それから、結婚の平等を問う、裁判が長い裁判が始まります。全国のセクシュアルマイノリティの人たちとアライの人たちと心は共に戦っていきたいと思います。必ずこの訴訟で憲法違反という判決を勝ち取りたいと思っていますので、どうぞよろしくお願いいたします。